おランク。ああようこそ嘘え生きてる生きてる動いてはいるけど。え待って。溺死した感じ。はえようこそ。なんでちょっとあんなガチ恋距離まで近づいて私たちを翻弄しておいてそんなすぐ死ぬなんて。どうした な何がなんで。でもまだ生きてるくない。生きてない。生きてないか。意識はないやろもう。大きい家正午午前1時台。えは、あれでもさっきも午前1時台だったよね。うん。え何ループしてる。ようこさん、ようこさん。いや、ループはしてないやろ。してない。そんな、なんで、どうして。してない。うわー、ねえ、やだ。想像しなかった。そんな感じとは想像しなかった。想像してなかった。心臓痛い。おきいなんだ今何があった。いや、それよりもようこさん、しっかりするんだ。息がない。ない。ないんだ。冷たい。脈も。そんな。とにかく、早く救急車、早く、電話だ、救急車を。いや、怖いよ、こんな密閉空間に。ちゃんとかかる？119番に通報した。じきに救急車が来るだろう。だが。いや、不自然しすぎる。だが、すでに、陽子さんの体は完全に硬直しており、体温もなく、呼吸も感じられなかった。え、死んですぐなのに？まるで、作り物の人形のように生気がなく、この状態から再び息を吹き返すようには、到底思えなかった。なんで？ほんの少し前まで、普通に話して笑っていたのに。陽子さん。どうして？あの、天真爛漫な陽子さんが、どうしてこんなことに。蘇らせろ！え？確かにそうだ。陽子さんが探していた、蘇りの秘術とやらがあれば、今の彼女を蘇らせることだってできるんじゃないか。なるほど。こんな不可解な、たたりのような現象が現実に起こり得たのならば、逆に蘇らせる術が実在していてもいいはずだ。信じてるしね。そうだ。彼女を信じろ。可能性は十分ある。彼女を元に戻すために、まだ俺にできることがある。霊感だとか、たたりだとか、呪いだとか、そんな得体の知れないものが相手でもやるしかない。待っててくれ。必ず秘術を手に入れて、陽子さんを蘇らせてみせるから。あの時、異変が起こる前、何度か異様な気配があった。あったし、これがさっきちょっと見ちゃった、
ちょっと見ちゃった。能力、呪詛。呪詛。じゃない？うん。そして彼女は何かを見つけてとても怯えていた。この場所に何かがあるのは間違いない。でもだって置いてけぼりと何ら関係なさそうだったけど。関係なかったもんな。うん。陽子さん、一体何を見たのか。蘇りの秘術は、本所七不思議と関係があると言っていた。うん。ならば、それはきっと、この地に伝わる七不思議、置いてけぼりとやらに違いない。もう先に私が反応しちゃう。また同じ現象だ、さっきと。くそ、またあの気配。本当にいるってのか。どこだ、俺は周囲を見て探すってことなんかな。そうなるね。ああ、オートセーブがそんな。ああ、辛い。いや、それにせんでいいやん。ちょっとここ二つ残しておいてこっちにするわ今度。幸せなやつがあるから。うん、いや周囲ね、ひやりとした空気が重く重く体中にまとわりついてくる。正直ここに立っているのも辛いが、そんなことを言ってる場合じゃない。うん、あでもまだ調べられる。まだ調べられるのかな。あ一緒か。でも同じだ。そんなこと言ってられる場合じゃない。うん、考えるか。一回考えるか。うん、ここに何かがあるのは間違いない。よく探してみよう。わかった、うん、しかしもし彼女が七不思議を軽々しく調べたことで祟られたのだとしたら、俺も同じ末路を迎えるかもしれないな。やめてよ。いや、そんなことは覚悟の上だ。まあ、じゃなきゃ、蘇りの秘術には近づかれへんわな。なんかあるやん。え？左。左？膝のあたり。あ、落とし物。落とし物。ちょっと先にこっち見ていい？うん。え？あ、びっくりした。あ、そうか。さてはあれだな。実はすべて、彼女なりの立ちの悪い冗談で、今にも目を開けて笑いながら起き上がってくるんだよな。陽子さん、もういいよ。いやー、完全に騙された。参った、やられた。それとも、あ、そうか、やっぱり君は魑魅魍魎の類で。やめろ、おきえ、現実逃避するな。うん。こんな程度で死ぬようなことは。そうだったら、どれほどよかったか。やはりもう戻れない。前に進むしかない。そうだね。現実と向き合い。何か落ちてるぞ。なんかいるぞ。もやもや、真っ黒クロスケおるけど。うん。陽子さんが落としたものだろうか。はいや、絶対ちゃうやろ。置いてけぼりの魚。これ、あれ、なんだっけ、ヒゴ。じゃない、魚の入ったカゴ。ああ。みたいな、モチーフにしてるんじゃない。はぁ、あ、はぁはぁ、確かに。今まで気づかなかったが、傍らに小さな木彫りの彫像が落ちていた。彫刻が落ちていた、うんうん、高さは 3-4 センチ。キーホルダーかと思ったが、この口型からするともっとずっと昔のもののようだ。はあ。こんなに小さいのにまがまがしいほどの重圧を感じる。これは一体、これを陽子さんが持ってたのかな。持ってたのかどうかも。重曹玉置いてけぼり。重曹玉。ほう。ああ、なんじゃない。うわー、やめてください。やめてください。こんにちは。見たら大丈夫よ。なんだ。あの、さっきのドーンはやっぱりめちゃくちゃ怖かったけど、今あれはさすがにビビった。うん。
置いてけって言ってる。苦しい。どうして置いてけ、苦しい、死んじゃう。まさか置いてけぼりの。深く悲しい恨みの記憶が頭に入り込んでくる。私を置き去りにするやつ、死んじゃう。殺せ、殺せ、置き去りにするやつを、みんな殺せ。呪詛玉置いてけぼりの呪いの力で自身の前から立ち去ろうとするものを呪い殺せるようになりました。は？対象が立ち去るタイミングで呪詛行使ボタンを謳歌してください。はあ、ええどういうことだって。私をおにぎりにするやつ死んじゃえに俺見えちゃった最初。おにぎりおにぎりにするやつ死んじゃえ。いや、ある意味怖いけどね、人型がさ、うん、こうおにぎりの形に圧縮されるわけでしょ。玄卓になっちゃうってことか。怖い。呪詛玉を置いてきぼり、呪いの力で自身の前から立ち去ろうとするものを。はい、呪い殺せる。なるほど。立ち去ろうとするもの。え？なんかぐちゃぐちゃになってる。どす黒い粘液のような重苦しい先が俺の魂に侵食してくる。え、またドーンってドーンってくる。あ、さあ殺せ。はい、聞こえるか、仮死主よ。よみがえりの秘術を求めし仮死主、かしり主よ。呪い殺せ。よみがえりの秘術を得たくば、この呪いの力によって人々をほふり、魂の残滓を集めよ。幾たりなる再婚を呪詛玉に捧げることで、それを煮えに冠婚がなされ、よみがえりの秘術は発現しよう。いやー、マジかよ。また他の七不思議のかしり主を一人呪い殺さば、数十人に相当する再婚を得られよう。そういうことね。めっちゃ人殺さなきゃいけないの、私たちが。はい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 。はあ、さあ呪い殺せ。はい、資料が更新されました。更新ページ見る見る見る。え、呪詛とかやな。はあ、呪詛と呪い、呪詛玉と呪いの力、自身の前から立ち去るものを敵視させる。これじゃん、最初やられたんじゃない。なるほど、これであれだ、陽子ちゃんが最初おきれいのこと殺したのかかもしれん。なるほど、恨みの記憶があるね。え、この状況で読む読む必要あるんじゃない。そうだね。おときの何よりの楽しみは父仁吉との魚釣りであった。陸を背負って堀まで出かけ、七つ時まで、七つ時まで釣り糸を垂れる。釣れた船で作ってくれた母、コマの味噌汁を。え、コマ、おコマ、おコマやんけ。おコマの味噌汁は頬が落ちるほどだ。可愛い娘だ、目に入れても痛くねえと笑っていた父と母。しかしある日、父の姿が消えた。探しに行った母も帰ってこない。あ、帰ってこない母。ああ、はじめこそ気に病んでくれた者たちも、やがて何かを恐れて姿を見せなくなっていった。おときは一人ぼっちで待ち続けた。おと、おっか、どこ行った、置いていかんで。たまらず、おもや、長屋を飛び出した。とぼとぼと道行くうちに、次第に夜も更け、真っ暗がりで途方に暮れて、父も母もどこにもいない。涙で目の前が滲んできた。ふと魚が跳ねる音が聞こえた。そうだ、ここはよく父と釣りに来た堀だ。船の味、父の笑顔が目に浮かぶ。おときは思わず堀に身を乗り出した。暗い夜道にパシャパシャと水の音が響く。通りがかる者も魚が跳ねているのだと気に留めなかった。その音もか細くなっていき、ついには聞こえなくなった。溺れちゃった。おとき、おとき、父母に置いてけぼりにされてしまいには自分で命を落としてしまったと。
っていうことか。おーなかなかやったな。っていうか、蘇りの秘術をさ、手に入れんのにさ、大量の人殺さなあかんっていうのがさ、うん、代償でかすぎる。でかすぎやろ。あ、やっぱ誰かを犠牲にしてでも蘇らせたいになるんだな。なるんやろうな。はいはいはい、蘇りの秘術、その名の通り、死したものを蘇らせるという秘術。かつて高名な陰陽師によって生み出された禁忌の法術のこと。最近発見された古文書を根拠に、郷土史研究家の荒石秀樹が発表したことで、オカルト界隈をにぎわかに騒がせている。まあ、この辺は、え、これか？まだ読まなきゃいけない。樹影、走り主。初めて聞いたわ。樹影とは、呪いが可視化された像のこと。基本的にはその呪いが生まれた根源に関連する姿をしているが、完全に同一の形状であるとは限らず、抽象化されている場合や認知が歪められている場合もある。いわゆる霊魂とは違い、それ自体は意識を持たずただの魂の残滓、いわゆる再魂によって、呪いが具象化されたものである。呪影を持つ呪いに取り憑かれたものをかしり主と呼ぶ。だからさっき見つけ た、あの、うん、何、美子の、うんうん、あれ置物が呪影よ、うん、そうだね、その置いてけぼりのやつが、うん、置いてけぼりの、そうそう、あれが呪影ってことよな。はんはんはん。でこれに取り憑かれちゃったから呪い殺せるようになったし、かしり主、かしり主になった。この呪影自体が呪いであるとともに、取り憑いたかしり主の意思によって別のものに呪いを与えることができる。ほう。呪いと呼ばれる念力の中でも、呪影を持つ者はそれだけで相当な強さの呪いとなる。だから殺せるっていう力、うんうん、をもらったんだ。通常霊感のない者は呪影を認識することはできないが、かしり主となった者であれば互いの呪影を視認することができる。互いの呪影、なるほど。誰か他にもかしり主いるから殺しまえよ、うん、でそのかしり主を殺せばたくさんの残滓を得れる、残滓が、はいはいはい、ことよな。うん、じゃあ呪詛玉、ちょっとこれじゃあズッキーに読んでもらおう。本所七不思議にまつわる呪いが込められている古い根付け、所持することで霊感持たぬ者では本来扱うことのできない呪詛を行使することが可能となる呪具の一種、置いてけぼり、うん、これね。で再婚か、再婚、死して肉体から抜け出した命は魂となるが、特殊な呪詛によって呪い殺された場合、再婚と呼ばれる残滓となる。蘇りの秘術はこの再婚を煮えとして反合をなす術であるが、それに必要な量は蘇生させたい者がいつ死んだかによって変わり、より遠い過去に死んだ者ほど多くの再婚を必要とする。はいはいはい。だからあれや、あの8年前に亡くなったっていうおごぽごを蘇らせるんやったら相当いるってことやな。あー、なるほど。より遠い過去に死んだ者ほど多くの再婚を必要とするやから、だから仮に、うんうんうん、陽子さんを生き返らせるんやったら割と少ない量で済むってことやな。そうだね、たった今死んだばっかりだから、うん、はあ、じゃあおごぽご生き返らせようとしたらマジでやばいぐらい人殺さないといけなかったんだな。必要ってことよな、8年前やから。うわ、6名簿か、6名簿。これは蘇りの秘術を復活させた術師が記した古文書、秘術を使う方法が詳細に書かれているため信憑性の高い貴重な資料であると見られていると。なるほどなるほどなるほど。全部見ました、見ました、セーブします。残しておこう、上書きします。あー、挟まれちゃった、塗りつぶされていく。オセロだったらやばいわ、同じことを言ってる。よし、呪い殺すか。あ、なんだ今の。あ、消えてく。呪いの記憶が流れ込んできたのか。おとき、そのおかげでこの一瞬で理解した。さといね、さといね。どうやら俺はさっきの呪詛玉とやらを手にしたことで、本所七不思議の一つ置いてけぼりに呪われたらしい。うん、そして声が聞こえた。ケルベロスのね。わしじゃよ。あんないに？あんないに？蘇りの秘術を得たければ、この呪詛玉の、この呪詛玉の持つ呪いの力で、多くの人の魂を集めろと。うん、
秘術がこんなところにあったのはいいが、人を呪い殺す力、人を呪い殺す力は与えるから、どんどん殺せだと。いやー、くそ、もう闇落ちバーサーカー状態とかになんないとダメだよこれ。自分の命くらいならいくらでも差し出すつもりでいたが、命を奪わないといけない、しかも何人も、下手したら何十人も。これが置いてけぼりの呪い、自身の前から立ち去ろうとする人の魂を置いていかせる呪い、うん、でもこれで呪いで魂を奪いさえすれば、陽子さんを蘇らせることができるってことなのか。少し惹かれてるじゃなくて、もう相当大好きだったんだね。飲み込まれてるやんもう。そして他の七不思議に呪われた人物の魂であればより多く溜まる。うん、そんなことでいいのか。おお、やる気やんけ。おい、やる気やん。おー、呪詛玉に置いてけぼりの呪い、大きい、え、正直まだ理解が追いついていない。しかしこの呪詛玉、陽子さんが持っていたものだろうか。だとしたら彼女が先に置いてけぼりの呪いを受けていたわ。そうなるよな。あれ、蘇りの秘術を得る方法を知っていたってことか。ああ、それで立ち去ろうとしたおきいえくんを殺してたんか。なんかそこのつながり今のところ見えへんけど。そうだね、なんかそんな、うん、淡白、なんていうんだ、あの軽薄な人に見えないんだよな、うん、陽子ちゃん。でもともと持ってたってことよな、落としてるってことは。うん、そうだね、落とし物知ってて近づいて帰らそうとしたんじゃない。だって自身から立ち去ろうとする人じゃなきゃ無理やから。そうだね、だから呼び出して、じゃあね、またね、で立ち去ったら殺せるから。うんうんうん、死んでもらおうと思ってたんじゃない、そもそも。あー、陽子ちゃん、だからやり直したんじゃないの、案内人は。なるほどね。で歴史やったやろ。うんうん。いや、そうよ。まあ、一度ね、呪い殺されて、時間なんでこれ巻き戻ったのかっていうのは結構気になるけどね。まあ、その案内人が巻き戻して、おきいを生き返らせた理由に関しては分からんけど。うんうん。でも、少なくとも、陽子さんがおきいを殺そうとしたことは、うん、多分これ分かったと思う。そうだね。陽子さんが持ってた呪いの力が、自身から立ち去ろうとするものを、呪い殺せる。うん。その、呪詛玉が陽子さんの傍らに落ちてたってことはそういうこと。うん。でもなんでそれで陽子ちゃんが死ぬんだろう。だから人を呪わば穴二つってこと？その条件に当てはまったっていうのと、うん、あの同じ七不思議に呪われてる者同士、その姿を認知できるとかさ、なんか書いてあってん。うんうんうん。だから多くの残暑を得るために、うん、陽子さんを殺す必要があったってことやろ。だって、大きい家を殺したところで、うん。そんな、少ないわけやん。一般人やから。うん。だから、明確に陽子さんを殺す必要があったってことやろ？そもそも。え、でも、その、なんだろう、まあ、アーティファクトじゃない、なんだよ。呪詛玉？呪詛玉を、うん、所持してたのは一応陽子ちゃんのわけじゃん。陽子よ。うん。で、貸し主にはなってなかったってこと？所持してたけど。いや、貸し主になるやろ。所持したらなるよね、うん、当然そうなるやろ。ね、でも元々持ってた陽子ちゃんがなんで貸り主でその力を受けてるのに自分が死ぬの。まあ、だって殺せるやん、条件に当てはまれば。でお互い貸り主同士は殺さないと多くの残暑をもらわれへん。うん、だから陽子さん殺したやろ。え、何が分かってない今。え、じゃ、え、大きい家が殺したことになってんのこれ。いや、違う違う違う。
また別の貸し主が殺してる。あ、だからその陽子さん目線で、うん、おきいえの後ろにおった、はい、貸し主が、はい、陽子を殺してる。なるほど。あ、なるほど。で、そのおきいえはその、うん、呪いの条件に当てはまらんかった。だから生きてる。うんうんうん、だけやと思う。なるほど。陽子さんの呪いの力でいう立ち去ってないものに、おきいえが当てはまってた。なるほど。かな。はい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 。あ、そういえばさっきその、後ろにさ、人いたわ、みたいな言ってたよね。あの、おきいえの。お、あ、なんか映ってる。くない？なんかモヤモヤしてるくない？そこ。は、まあ多分そこ調べる必要あると思う。そうだね。なんかそれが、ようこさん殺したやつなんじゃないのかなっていう気はするけど。かも、なるほど。今、そう、誰に殺されたんだ、一体ようこちゃんってなってすごい今。おきいえの後ろにおったやつやな。ああ、そういうことか。呪いが後ろにいたわけじゃなくて、かしり主が後ろにいたのか。かな、うん。あの少女自体は、はあはあ、その、うん、置いてけぼりの呪いの少女、そうだよね、うん、おとき。うんうんうん。だから。おとき。はあ。そういうこと。話しかけるか。戦う必要あるんじゃない？え？わからんけど。そういう、なに、バトルもの。いや、だって殺し合いはしなあかんやろ。狙われるからさ。呪詛行使が。呪詛行使があるからな。呪詛行使が。だって殺せって言ってたし。うん。呪詛行使はまだ使わんのじゃない？その実際に使うタイミングが来たらやろ。うん、うん、うんうん。え？調べる。終わる？調べるか。調べる。オッケー。ん？あれはなんだ？何かが浮いてるような。あ、浮いてんだ。え、何これ、人玉、なんか人玉っぽいけど。うん。考える？あ、これは同じだ。うん。もっと調べろと。同じっぽいけど。え？何か浮いてるような。他もっと調べる。他にもあんのかな？周囲は、うん、あ、おるおる。わあ、これやっぱ人おるやん。ほんとじゃん。誰かの影。こんにちは。あ、よく見ると、そこに誰か人がいる。貴様が陽子ちゃんを殺した犯人だな。いや、これ、黙っているが正解、やったりせん。かもしれん。なんか声を発したら、アウトみたいな、うん。とか、面と向かって。あの時声発してたもんな、陽子ちゃんな。陽子ちゃんも発してたし、陽子ちゃん発してて、うん、で、おきいも話したくない？話してた。けど、陽子さんに向かって話してたからじゃない？うんうんうん。だから、こいつに向かって話しかけたらアウトみたいな。あるかもしれない、うん。ちょっと警戒していこう。そう、警戒すべき。オッケー。俺が気づいたことは分かってるはず。こっちの出方を伺っているのか。うん。こっちが貸しり主になった以上はお互いをやっぱ殺し合う気で行くはずだから。どう条件に当てはまるか分からんから。あ、でも待って。調べるしかないのかな。うん。また。いや、声かけるんか。出方を伺ってるのか。もう別にあと他ないよね。うん。なさそうやけど。話しかけるしかないっぽいな。かけるか。うん。おい、そこにいるのは誰だ？絶対男やん。近づいてきた。なんでそんな、じわじわ。近づいてきたぞ。いや、驚きました。その女性を呪い殺してしまったのですか？お前やろ。違う！それはお前やろ。これ、なに、荒石だったりする？荒石なんかの。どうだろう、どなたですか？な、おきい翔吾くん。なんで知ってんだよ。ん？案内人？案内人？いや、案内人は白髪やった。そっか、まあ、髪長かったしな。うん、え？なんで名前知ってるんですか？なんで知ってんの？背の高い真面目そうな男だ。見覚えはない。俺を知ってるようだが、会ったことある人物なのだろうか。
ちょっと女が出てきて欲しかったんですけど。女がよかったな。私喋るとこない。何者だ？どうして俺のことを？おや、私をご存知ないと、それは心外ですね。いささかショックです。ええ、いささかね。直感だけで物を言わず、もう少しよく観察し、よく考えてみてはいかがですか？すいません。何？じゃ、考えるなんかな？ああ、そういうことか。この男、何者だ？年齢は30代から40代、もしくは50代から60代か。広いな、範囲が。折り目正しくスーツを着ているが、仇の人間ではないのかもしれない。ほう。そもそもこいつはここで何をしていた？俺たちのことをずっと見ていたのか？それに、呪いについても知ってそうな感じだった。もし、この男も本所七不思議の呪いを受けた貸し入り主であれば、俺の命を狙って呪詛を仕掛けてくる可能性がある。注意しないと。うん。逆に言えば、貸し入り主を呪い殺せば大量の魂が得られるらしいが。まあ、なんか、安易に、そんな行動に出ちゃいけないような気がするね。行使するのもな、怖いわな。うん。それこそ、その殺し方を相手に探られるのも、よくないんやろうな。対処されちゃうから、うん。確かに。そう、こうしないと君は呪い殺せないんだろうって。言われたらおしまいからな。うん。じゃあ、これから一緒に過ごそうかって言われたら俺よ、終わりよ。トイレに行くときも、お風呂に行くときも一緒だよ。一緒だよって。僕は殺されたくないからね。怖。一旦周囲見てみる？あ、そうね。あ、ちょっと、これは、注意しないと。うんうん、周囲ね。ああ、一緒か。結局全部一緒なんかな。そうだね。うん。うわあ、ごめんね。電話ボックス。あ、もう通報済みだ。じきに救急車が来るだろう。来ないね。全然来へんけどな。うん、あ、近づいてる。なんかでかくな、そうだね、でかく。あ、なんだ。近づいてきてる。くそ、これも七不思議か。いや、あいつの呪詛な感じがするけどな。だから、なんやろ、話しかけといて誘導しながら鬼火に触れさせるとか、なんかいろいろありそうやけどな、はいはいはい。なるほど。気を引こうとしてる可能性あるね、普通にね。あの形を鬼火のようだが、そんな七不思議があったっけか。でも、なんか、別にできない。送り提灯とか、なんかその辺なんかな。そうね。不気味だが何もしてこないなら変に直下を出さない方が良さそうだ。うん。一旦じゃあ話しかけた方がいいんかな？そうだね。やっぱりあんたには見覚えはない。なぜ俺を知っている？どこかで会ったか？なるほど。私の認知度もその程度でしたか。嘆かわしいことです。荒石秀樹じゃないの？では名前だけをお伝えしましょう。全然違う。私は弓岡拓海と言います。誰だよ、知らんわ。弓岡拓海？弓岡拓海。思い出しましたか？聞き覚えがあるような、ないような。そうですか。名前すらも知られていないとは残念です。何なの？有名人なのかな？残念ですが、好都合とも言えます。はぁ、あ。謎の男、弓岡拓海。人物リスト。これ、ちょっと一回見てみる？ああ多分あんま、書いてなさそうやけど。うん、全然書いてない。ないですね。様子を伺っていた。結構ちゃんとあった。あ、名前はおごぽご。中英、うん。案内人。パラノマサイトを導く案内人。それ以外のことは不明。うんうんうん。金絞り公園で、お木栄たちの様子を伺っていた男、弓岡拓海。樹栄。これ、お木栄翔吾見たらさ、置いてけぼりって書いてんの？樹栄。ああ、書いてある！なるほど。はあ。はあ。恋人募集中。恋人募集中。ちょっと恋人になる予定だった子がちょっと死んでしまったので。置いてけぼりですが、あの世へは。はい。うまいこと言うな。では続いて私からあんたにお尋ねします。
あなたの持っている呪詛玉、おとなしく渡してもらえませんか？はあ、なぜ？なぜだ？なぜ呪詛玉を知っている？見させていただいてましたから。見てただけじゃわかるわけないだろう。今見ていただけで呪詛玉のことがわかるわけないだろう。ちょっと最初から割とシンクロしてるな。当事者の俺だってまだ信じられないんだ、うん、あんた知ってるんだな、本書七不思議の呪いのこと。もちろん。その呪詛玉は条件さえ満たせば証拠を残さずに人を呪い殺すことができる危険な道具ですから。うん。そうは考えてなかったな。まあ、完全犯罪が可能ですよね。うん。もし悪意のある人間に渡ったら大変なことになる。その前におとなしくこちらに渡していただきたい。お前が悪意ある人間かもしれん。確かにな。でもこれなんか肩着の人間に見えないみたいな言ってたから、うん、そう裏世界をちょっと操ってるというか、その、うん、それこそなんやろな、その呪いの世界というかの使い魔的なさ、うんうんうん、そのこの世に散らばった呪詛を回収して回ってるとかな、そんな感じは。ああ、そんな顔しとる。長い付き合いになりそうやな。もっとも、あなたはすでに一人殺してしまったようですが。俺じゃない。でも溺死してるんだよね。うん。溺死ってだって、俺の力なのでは。うん。なんでだ。違う。俺は何もしていない。あ、いい差分。今ならそちらの彼女の剣は目をつむります。目をつむります。呪詛玉をこちらに渡してください。ダメだ。断る。それを言ったら、あんただって悪用しないとも限らない。うん。そうですか。手荒な真似はしたくありませんでしたが。バトルかい？なるほど。弓を固く見、この男は他の呪詛玉を持っているだろう。守ってるだろう。の方がね、うん、いいね。持っている。そう思っていた方がいい。であれば、ここまで事情に詳しいのも納得がいく。こいつも条件次第で相手を呪い殺せる力を持っているとしたら、その条件が分かるまで迂闊な行動は命取りだ。ここは話を引き伸ばし、情報を探りつつ先にこちらの条件を満たせば、あいつを俺の前から立ち去らせるにはどうする？もう殺す方法を考え始めちゃってるんだな。でも今この場は殺すか殺されるかの状態やからな。そうだね。しかしできれば他の貸し主の情報も欲しい、うん、いや難しいけどちょっと鬼気になら、あ、近づいてはないんか、うん、そうだね。うん、何もしてない来ないなら変に気にしすぎんのも良くないんかな、あっちを。何回も調べたらやばいみたいな。やばいみたいなさ、ありそうじゃない？やだ。気にしすぎですよって。こっちを見ていましたね。俺の呪詛玉の条件を満たすには、こいつが俺を置いてここから立ち去ってくれないといけない。では、何があれば何もせずに立ち去るか。一つ、自分の要件を済ますこと。二つ、他に急用ができること。こいつの要件は俺の呪詛玉を手に入れることだ。だから一つ目はできない。二つ目は急用の発生を期待するしかない。そんなものは当てにできない。救急車ぐらいちゃうとか、あと鬼火を逆に利用するとか。鬼火を利用するか。救急車がやってきて立ち去る用事ができる、うん、だってこの場におったら怪しいし、通報してるのは俺だってなったら、ね、じゃああなた誰ですかみたいになるからさ。確かに。こいつが殺したんですって。ってなったら立ち去りそうやけど。うんうん。ならば三つ目。ここにいられない状態になる。ほう。ほら、これやろ。おお。一時的なものでいい。撤退を余儀なくさせるには何があればいいだろうか。何があればいいだろうか。時間を稼いで救急車待つじゃないかな。いや、近くはない。
近くはないか。電話ボックス調べてみる？いや、調べられない。ああ、一緒なんかな。チェックついてるな。それこそ考えるか。そうだね、まだ考える必要がありそう。あー、なーん？鬼火？何もしてこないなら違うなぁ。うん。お。弓岡匠と名乗る男。こうしてる間も、一瞬たりとも俺から目を離さず警戒を怠っていない。うん。一体何者なんだ？思い出せれば有利に運べるかもしれないが。思い出すがあるか？もしかして。あー、来た来た来た。目を離さなかった。なるほど。一定時間見つめ続ける。あ、目が合うか。会い続けるとか。とか。弓岡匠、くそ、何者だ。そもそも、最近の俺の人間関係なんて仕事関係くらいしかないはずだが。あー、もうちょっと思い出す必要がある。思い出す必要あるのかな。もう何も起きてなくてもずっと私セーブし続けちゃう。でもずっとこれなの？まあ、しばらくはそうなんじゃない。そっか、弓岡匠ドアップでもいいから、それでしてくれないかな。あー、ん？もうちょっと弓岡匠を触ってみる。そうだね。あー、変わらなさそう。やから、思い出すで何者なんだ、で、について考えるか。なるほど。いや、違うか。話すのかな、まだ。うん。まず、こいつの興味ありそうな話題で会話を引き伸ばす、それには。おー、いろいろ聞いてく。鬼火は、あの鬼火は気になるよな。これ、気になるけど、最後？全部聞けそうじゃない？全部聞けそうじゃないかな。まあ、上から順番に。弓岡さん、聞こう。まずはあんたの身元を明かしてもらいたい。それで信用に足る人物だと証明できるなら、呪詛玉を渡すよ。賭けに出たな。おー。うん。信じてないね。確かにそうですね。納得してくれた。クマすごいな。実は私は霊術師画明堂水源先生の付き人をやっております。もう誰？画明堂水源霊術師画明堂。はい、最近は雑誌にも連載しているのでもちろん知っているでしょ。画明堂。え、まあなんか今回の噂の立ちどころとかなのか？かな。いや、違うな。それは古文書だから、荒いし、だもんな。ん？先日、そちらの彼女が先生のところに相談に来たことがありましてね。へぇ。あなたのこともそこで彼女から聞いておりました。はんはん。てっきり私どものことも彼女から聞いているものだと思っていました。それはいつの話だ？つい2日、つい2、3日前のことです。え、それ何の話したんだろうね、おきいえ君に。それのことについて。ああ、そう。なるほど。ちょっと画面を彼氏にしたい人がいてって。できますかねって。恋愛相談私に言ってた。いや、パワースポットですよって。ここに行くといいですよ。金絞り公園はパワースポットですよ。そこに一時告白しなさい。成功しますよ、あなたって。死んでるんだよ。おさんくさ。なるほど。はあ。嘘だろうな。うんうんうん。こちらが忘れているのをいいことに、適当な話で煙に巻くつもりか。そもそも彼女と知り合って1ヶ月程度なのに、霊術師の先生とやらに相談に行ったとも思えないが。陽子さんの場合、本当に行ってたとしても、おかしくないので嘘の根拠にはならないか。私のことをお分かりいただけたなら、約束通り呪詛玉をお渡しください。もう渡されへんわね。ねえ、食って。あげません。陽子のこと。じゃあ陽子ちゃんのことを。むしろ、陽子さんをあんな目に遭わせたの、あんたの呪いじゃないのか？その質問で私が呪詛玉を持っているかどうか探ろうというのですか？うん。ご自身でどう捉えていようと、おきいえくん、
あれはあなたの呪いですよ。まあ溺死してるしな。え、そうだよ、やっぱり溺死してるからさ。でもやったとしても立ち去ってないんよな。うん、立ち去ってないし、だからなんでその呪詛玉を持ってた陽子ちゃんが死ぬんっていう話よな。だって、うん、呪詛玉手放してることになるし、大きい家が。うん。結構不可解だね。不可解やな。うん。ありえない。俺が呪詛玉を手に入れたのは、陽子さんが死んでからだ。その通り。ほう。揺さぶりは無駄だ。やっぱりあんたの仕業なんだな。残念ながら違います。信じるかどうかはお任せしますが。なんか違いそうだな。違うんかな。うん。そもそも本日0時頃、なぜか一斉に本所七不思議の呪いが発現しました。うわ、なんか絶対きっかけある。七不思議の呪いはまだいくつもある。呪いの力を持つ貸し入り主が何人もいます。うん。私だと断言するのはまだまだ時期尚早では、時期尚早ではないですか。ドゥクドゥクドゥン時期尚早。ドゥクドゥクドゥン時期尚早。そうか。今日の0時に何人かの貸し入り主が生まれているってことか。確証も何もなければ、この話をしても拉致が開かないか。パノラマサイトの案内人がなんかしでかしたんか？しでかしたんかなぁ。あ、まだ話せる。ヨーコのこと。うん。彼女の死が俺の呪いによるものだと断言したの、何か根拠があるのか？死因かなぁ。それはですね。おや？いえ、あなたの連れの女性、今少し動いていたようですが。いや、ちょっと、いや、これ、なんやろうな、罠な感じがするけど。なんだって。いや、動いてる？動いてないやろ。ようこさん？かかりましたね。ほら、これ絶対罠やって。ああ。いや、特に変わってるようには見え。なあ、殴られたんご。いや、殺されたやろ。しまった。くそ、こんな。ほら、大きいや、ほら、罠やんけ。だよね。あれ？おひさー。どうも。なんと、どうやらケロベロス様の望まない結果に進んでしまったようですね。はい。これなら私の勝手な推測ですけど、あの男との会話中に隙を見せてはいけないようですね。あ、なるほどね。ご安心ください。あなたが振り返る直前からいくらでもやり直すことができますから。いや、オートセーブ様最高。やり直すっていう選択肢しかない。かしこまりました。戻ったら絶対に振り返らないでくださいね。え、それ振りですか？約束ですよ。振り返っちゃダメだからね。ケルベロス。はいはい。だから。振り返らない。なんやろうな。会話を、いや、遮るとかではないけど。まあ、呪詛は持ってるな。確実に。うん。まあ、陽子の話はしていいんじゃない、うん、これ。うんうんうん。ああ、そうか。何をしてるんです？彼女の様子を見てあげなくていいのですか？嘘こけ！なるほど。まあ、全部話して、うん。もう、そんな気にしないで話進める大きい。俺の呪詛玉を手に入れてどうする気だ？もちろん、二度と使われることがないよう安全な場所に封じます。うん、あなたも持て余しているのではないですか。安全に人を殺せる力など呪い以外の何者でもない。そんな力があって使わずにいられる者がどれだけいることか。まして蘇りの秘術などという見返りがあるのならばなおのこと。封じるとはどうやって。
霊剣新たかな霊術師の先生が責任を持って封印いたします。いやこれは全部の力手に入れようとしてるだけやろ。だしその霊術師も本当かどうかわからんしな。うん、手組んでるようにしか見えへんけどな。納得いただけたならその呪詛玉を渡してください。納得してないから渡してないんですよ。諦めろ。本性七不思議の不思議の数だけ呪いがあって貸し入れ主がいるんだよな。15個とか言ってたっけ。15大小合わせたら、まあ、9、うん、15なんかな。一応大きく分けて9みたいな感じよな、うん、他の貸し入れ主がどこの誰かあんたは知ってるのか。それを聞いてどうするのです。物騒なことを考えているのではないですか。ギクギクギク、まあ、全員殺して生き返らせるよな、うん、世の摂理に背き蘇りの秘術を求める。そんな身勝手で浅ましい心に呪いは取り付くのです。お前も取り付かれてるやんけ。身勝手で浅ましい心に。そうだぞ、その目のクマが何よりの証拠だ。その際に恨みの記憶に触れあなたの心には今強い殺気が芽生えているはず。うん、図星あなたも被害者です。とても危険な状態だ。早く呪詛玉を渡した方が身のためです。さっきでもぶん殴ってきたからちょっとあなたのことはもう信用しません。覚えているのですか。取り返しがつかなくなる前に、はい、あれ君も記憶がある。取り返しだと。そんなものもうつかなくなってるんだ。俺はもうなりふり構わず前に進むしかない。その邪魔をするというのなら分かっているんだろうな。呪詛を行使する気ですか。ちょっとビビってるかな。そうだね、ちょっと焦ってる感じあるね。条件を踏まないようこれ以上の不用意な発言は控えた方が良さそうですね。ああ控えちゃうじゃ ん、 ちょっとどうすんの。怖くなってんやん。もしかしたら自分殺されるって思ってるやんけ。思ってるね。聞くかじゃあこれ。ビビオカビビってる。ヘイヘイヘイやん。へいへい、あの鬼火なんなんだよ、読みようか。へいへい。あっちにさっきから浮いてる鬼火みたいなものはあんたの呪いか。はて、何のことでしょう。私には何も見えませんが。いや、見えてるな、これは。んまさか、そんなはずが。いない。あれ本当だ、いない。さっきまで確かに。なるほど。でに他の貸し入れ主にマークされているかもしれませんね。あれはマークの鬼火だったの。なんか偵察されてんのかな。まあこれで全部かな。うん。いや振り返りすぎるなよ。はい。確認したらあかんから。セーブして。考えるか思い出すかかな。ここまで話聞いて、まあ、とりあえず考え、ああ、何があればいいだろうか。何者だ。あれ？あ、思い出した。思い出してる。そうか、仕事関係。思い出したぞ。直接会ったことはないから忘れていた。おお、更新ページ、見るぞ。オッケー。被白者の会長秘書、ほーなるほど。金絞り公園で、お金家たちの様子を伺っていた男、墨田区の化学薬品会社飛白石鹸会長の個人秘書。なんだこれも関係してくるのかな。関係するんか。会長山森夏江を崇拝しており、絶対服従を誓っているかのような鋼の忠誠心と迅速正確な業務の遂行力を見せる。山森夏江が現役を退いてからも会社に多大な影響を与える存在であることを裏から支えている人物。弓岡の口から現社長や役員たちに指示が通達されることも多く煙たがられている。本社の従業員はもちろんのこと、工場や倉庫の臨時従業員や主要取引先まで関係者の顔と名前は全て把握している。なるほど。だから、お家のことも知ってる。
知ってたんだ。で、こっちは知られてないから、なんだ、寂しいな、ぐすんってなってた。寂しがりやかよ。だったわけだな。何が神淀だ。しらじらしい。まあ、もう全然知らん、関係ない。森山、山森、夏江なんじゃない？あれ、山森？山森、夏江じゃない？神淀って言ってんの。あ、そういうこと。で、術師のことを、その崇拝してる山森夏江のこと。そうそうそう。なんじゃないのかな。なるほど。だが、この情報があるからといって、何かが変わるわけでもないか。いや、山森夏江について話したらいいんじゃないかな。弓岡の正体、俺は知った、知っちゃったぜって、はい。思い出しちゃったよ。よかったね。思い出せたよ。思い出したぞ。何が神淀だ。思い出してくれたんですね。ありがとう。あんた、俺の勤務する会社、飛躍石鹸の会長秘書じゃないか。うん。嬉しい。ようやく思い出しましたが、愛社精神の乏しい従業員で残念です。嬉しい。かわいかったよ。では、立場をわきまえて、こちらの言うことに従っていただきましょうか。いや、プライベートだね、こっちはもう。そうだ。断る。これは業務とは無関係だ。あんたにそんな権限はない。うん。そもそも、どうしてうちの会長秘書が、呪詛玉なんてもんを探してるんだ。そのように疑問を持つでしょうから、あえて明かす必要もないと思っていたのですが。それで信用に値するからどうか判断して渡せって言ってんのおかしいだろ。おかしいやろ。話せやじゃん。うん。言えや。いいですか。我が社は、昭和初期よりこの土地で共に発展し、地域に根ざしてきた企業です。うん。この地で不穏な呪いなどが広まらぬよう、排除するのに何の不思議がありましょうか。なあ。そういうものなのか。でもその呪詛玉を知ってることと何も別になんか繋がらないけど。繋がらんけどな。うん。一従業員は知らずともいいことです。そのような事柄は無数にありますから。やし、その呪いの力、人を殺す呪いの力がほんまにあるって思い込むのも、ちょっとバカらしいよな。うん。わざわざ、そんな七不思議の噂程度そうそう。で広まってるオカルトに、首を突っ込むのはおかしいんじゃないかと。うん。しかも会社としてって言ってるんでしょ？会社として動いているってことやろ。気にしすぎちゃうって思うのよ。うん、ねえ。それこそ連続殺人鬼が、この、うん、町にはびこってるから探してるんですとか、うんうん、ならまあまあまあ実体のあるものをやったらわかるけど、うん、呪いとかね、なまことしやかにささやかれてる人を殺す呪いの力に執着するのはちょっとおかしいかな。うん、しかも遠目からさ、うん、伺ってさ様子を伺ってそこまでする必要ってなくないって思っちゃう、俺は。そう、会長秘書自らがね。うん。会長が求めてるからなんじゃない？その力を。ね、欲しがってるんじゃないですか？うん。それこそ我が物にしようとしてんじゃない？うんうん。会長は愛すべき会社のあるこの土地で、厄介事を起こしたくないのです。まあ、すべては会長基準って感じがするね、うん、話に。かな。うん。さあ、分かったらおとなしく呪詛玉を渡してください。いやだね、ピロピロピロ。なんか聞いたことあるな。やだね、ペロペロペロはなんか聞いたことあるな。あー、言えなくなっちゃった。これぐらい考えるか。考えろ。あ、いや、ん？あ、あるじゃないか、あれが。なんだい？あいつを撤退させる話題がある。山森夏江かい？夏江じゃないんじゃない？ないんじゃない？俺的には救急車はどうなんかわからんけど、他に撤退させる話題、うん、心当たり。会長が呼んでましたよっていや通じてるわけないやろあ、撤退させる話題だ。撤退させる話題。あー、しまった。こうしてる場合じゃなかった。救急車が来るあって話はね、やっぱりそうやな。どうかしましたか？電話をした。急用の電話をしたじゃない。電話をした。実はさっき、119番で救急車を呼んだ。やば、ズッキー、里いな。里いやろ。里いわ。もうじき、ここには救急隊が来るぞ。救急車？
なんと愚かな。こんな夜中に誰もいない場所で変死体と一緒に立っていたら、救急隊から警察にも通報され、事情聴取は免れないでしょうな。まあそりゃそうやし、やとしてもこの弓岡がおることも不自然やからね、事情聴取は免れたくないってなるよな。沖江自身が通報してるわけだから、してるから、そこにいた弓岡の方がなんか怪しくなるよね。怪しくなるよな。でも俺は陽子さんのそばを離れたくない。あんたもこのまま一緒に事情聴取を受けるか。賭けに出たな。いいね。通報したのは間違いなさそうですね。もういつ到着してもおかしくない。お、今は面倒事を避けておくべき時。一旦このバーに置きましょう。これ今使うんか。なんかでも呪詛講師が出てるから、でも、さ、この場立ち去ろうとするものやから、このタイミングで使えるんか。もう今使っていいよね。使えるんじゃない。死に去らせ、殺せ、の、この死。おきえ正吾、貴様まさか。あ、もう。なんか殺し慣れてる顔してるんだけど、ちょっと、死に慣れすぎやろ。お、あー、同じだ。同じなんよな。死んだ。あー、歴史だね、やっぱり。本当に死んだ。長い付き合いとは、これが呪詛玉の呪いの力か。ああ、何で使い魔って。すごい。うわ、やばい、ちょっと大きい。目覚めちゃった。1% の再婚を追加。なるほど。1% かよ、これでも。ってことは、呪詛玉やっぱ持ってなかったんだな。持ってなかったんか。単純に殺されたでいいんよな。やばいよ、矢神ライトになっちゃう。沖江正吾午前2時台。錦糸町付近。まあ、立ち去るわな。そうだね。それから俺はすぐに公園を離れた。陽子さんには悪いが、ここで足止めを食ってるわけにはいかない。遺体は救急隊が保護してくれるだろう。弓岡のも含めて。明日にはニュースになって騒ぎになるだろうが、とりあえず朝まで安全なところに安置してもらえばいい。さて、え、朝までにいっぱい人殺そうとしてる？これ、いや、さすがに一日ではやりきらんのじゃない？さすがにだよね。早く次の生贄を探さなければ。時間はかけていられない。夜明けまでに他の貸し主を探し出して魂を集める。一晩でやるつもりだよね、やっぱり。弓岡を殺して得られた再婚はごくわずかなものだった。だってさ、ほら、救急車でその運ばれて、で明日までに安置してもらえる場所があればいいって言ってたじゃん。そういうことか。だから一日って思ってびっくりしたんだよ。やりまくるってことよな。やば。つまりあいつは貸し主ではなかった。そうだね。こんな程度じゃ全然足りない。貸し主以外の魂なんてスズメの涙のようなものだ。ほほほほ。本書七不思議の呪いを受けた他の貸し主たちの居場所だが、呪いの発生が今日の0時ゴールだったようなので、今も活動してる可能性は十分にある。まずは各不思議のゆかりの地の付近を当たってみるか。その地の当人でなくとも、俺と同じように考えた別の貸し主が訪れることもあり得るだろうし、この近くの本所七不思議の地は、あ、
今俺がいるのが錦糸町あたりで。うんうん、ここ。ああ、まず大横川にかかる下久橋を越えた先、ここが送り標識。こうこう線路を越えて亀沢の南割下水通り周辺には足洗い屋敷と消えずの安堂。あ、二つあるんだ。さらに大横川を登った宝恩寺橋のあたりが送り提灯。めっちゃ密集してんな。結構近いな。うん、近いのはその3箇所。このあたりから回ってみるか。なるほど。おお、これで一応チュートリアル的なものは終わりなのかな。終わりっていう感じかな。あー、変わったな。ネタバレ、ネタバレ。誰やねあの帽子の男。絶対ネタバレ今の。まあ同じ貸し主なのかな。じゃあ今回これぐらいで終わるか。このくらいにしとくか。いや、おもろ。いや、普通に楽しみ。うん。いやし、一晩でこれをやろうと思ってたんがよかった、ちょっと。そうだね。いや、だからこそ、そうよな。なんか同じ力で、殺されてる、陽子さんが、ちょっと不思議でたまらんというか。うん、だから、なんで死んだのか本当にやっぱ不可解で、さっきさ、私結構テンパってたじゃない？うん。うん。そういうことよ。いや、ちょっと意味わからんけど。そこは意味がわからんけど。うん。で、その、立ち去ろうとした、この、殺し方というか、うんうん。まあ、同じなのかもしれんけどな。もしかしたら。なぁ。そう、溺死させるか被ってるかもしれん。なるほどね。うん。その辺はあるかも。うん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 。まあ他のね、人たちの能力がわからないからまだ何とも言えないけど。そう、分からんから、そう、何とも言えんからこそ、もしかしたら溺死させる能力が他にもあるんじゃないかなっていう。うんうんうん。今のところの推測なのかな。それか、私は個人的にあの、呪詛返しみたいな、そういう力持ってる人いいんじゃないって。ああ、反射させる。そうそうそう。だから自分に跳ね返ってきて死んじゃったみたいなさ。うん。まあそれも条件があるんだろうけどね。うん。いや、気になりますね。気になるね。いや、あの、おときが一番怖かった。おとき。あれが一番良かったな。ただまあこれから相棒としてやっていくわけだからよろしくな、おとき。よろしく、おとき。じゃあまた次回。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。